朝山日常は戦国時代の日蓮宗の僧である。御なら天皇から日常商人の業を賜ったという。朝山は名字であるとする説が多数であるが、長山という法名であるという説もある。意味名は全茂る。別の号に天積または天才もある。前半世についてはよくわかっていない。子孫が18世紀頃にまとめた朝山系図では、出雲国朝、 山郷の領主で、天腰に仕え、朝山義重を称していたが、主君に背いて、毛利氏のもとに逃れたとされる。また、金右京記では、昨週朝山の出であるという記述もある。地下家電巻21町参加の項目では、大友氏の子孫を称する、朝山ケイズの次男として生まれ、兄の西門の城の自殺により、家督を継いだが、思うところがあって、 朝山号を捨て京に登ったという。フロイス日本史では以下のような経歴を記している。山口に着いた日常は毛利氏に気に入られ小さな総員を混流した。混流の資金はかつての変歴中、動物の禁断の布切れを天皇から賜った天皇自身の衣服だと偽って販売して得たものだったという。天文年間末頃、日常は京に登った。 日常は、莫大な財産を保有しており、公家を通じて、小奈良天皇の信任を得た。A60 年、日常は、三好三人衆と争っていた、松永久秀を支援し、毛利氏からの書状を久秀に届けようとして、三好方の官庁に捕まった。三好家臣、篠原長房は日常を境に監禁した。首に鎖をつけ、 両袖に一本の長い木を通し、手首をその木に縛り付けて、貼り付けのような格好にし、与えられる食事もわずか、という状態で100日以上も過ごさせたという。だが日常はこの状態にありながら、弁絶をもって、周囲の人を動かし、北家教八官を入手して、近隣の人々に読み聞かせ、施しを得ていた。A61 年4月、日常は、 大木町天皇の勅命によって解放された。日常は4月16日に参大して朝廷に物を献上したという。7月10日には、この江崎久邸定で、北家行の降爵をしている。9月には、足利義明を報じて、織田信長が上落し、これ以降日常は、信長と朝廷の間を取り持つことで献成を拡大していく。2年1月。 聖意大将軍となった足利義明は毛利元成と大友総理を和睦させようとし、松永久秀もこの動きに協力する。日常は久秀の使者として吉川元春のもとに赴いている。この春、信長によって皇居の修理を命じられ、村井貞勝が副奉将としてその補佐役となった。フロイスによれば日常はこの頃から すでにあらゆる初期人に知られていたという。7月頃には、伊勢国に戦国の所領を与えられている。4月19日、日常は信長に、キリスト教宣教師の追放を進言した。だがこれに先立つ4月8日、信長はすでに宣教師に滞在と布教を許可した、主因状を与えており、却下された。4月20日、日常は、 信長を訪ねてきたルイス・フロイス及びロレンソ両妻に、キリスト教の教えについて訪ね、信長の面前で修論となった。日常は1時間半ほど教えについて、質問を重ねていたが、途中で怒って刀を抜こうとし、取り押さえられた。この修論の中でロレンソは、日常が、冷え山で、深海商人という人物に教えを受けていたことについて訪ねており、日常もこれを肯定している。 また、修論では信長もロレンソに、いくつかの質問をしている。翌4月21日、日常は、岐阜に帰ろうとする信長に、再び宣教師の追放を進言したが、これも却下された。ただし、この修論についての記述は宣教師側の記録にしか、残っておらず、また、フロイスの記述でも、書簡と、フロイス日本史では大きく記述が異なる。また、安土就論など、 他の修論に敗北した僧侶が何らかの罰を受けるのに、対し、日常はこの後も信長に徴用され続けている。またこの後、日常は朝廷に訴え出て、バテレン追放の臨時を獲得している。このため、松田きのように修論の内容に否定的な意見を持つ研究者も存在する。1570年12月1日のルイス・フロイス書館では、日常が訴えられたために、 信長が激怒して、金利修理の役職を解任、官職に追いやられたという記述がある。これを受けて、日常が信長側近から追放されたという解釈が広く行われている。松田貴一は天正元年頃に信長の長を失って失脚したのではないかと推測している。時継狂気、a 6 3年3月21日常では、 日常が信長の歓喜をかぶったという記載があるため、この頃に日常が信長の怒りに触れたことは事実と見られている。ただし、諸資料上で信長側近としての日常の活動がなくなったわけではなく、金利修理についても継続して行っている。天正元年、信長は足利義明に生死を送っているが、この時の死者の一人が日常であった。9月には、 毛利氏への使者となっている。12月25日には、宇津よりしげに占領された、近利五両丹波国山国層に入ったが、宇津氏の占領を解くことはできなかった。大木のの37彦は、お湯天井日記天章3年3月25日上の、記載、信長より、日常起用で、右をしよくするほどに、天才という駅と、申し入れ口から、この頃に、日常が、 信長側近から追放されたと推測しているが、宣教狂気同日上では日常商人の名を天積みと改めるべきであると信長が述べたということとなっている。また、時常狂気、天正四年正月五日上では日常を指して天才と表記されている。これ以降区下の日記やお湯天上日記では変わらず、日常の名が用いられているが、それまで用いられていた。 商人の号が用いられていないため、松本和也は商人号が問題となったのではないかと推測している。また、天正3年3月28日には、二条秋真に信長の養女が嫁いでいるが、この際の敬語訳として、日常の名が見える。宣教協議、天正3年7月20日上には、日常三味という記述があり、これより、前の時期に日常が、 三味法院となったことを示している。三浦博之によれば、日常の終わり見記事は、時継ぐ狂気、天正4年2月26日常であり、山品時継のところに日常の使者が信長の安土城到着を伝えたというものである。1578年4月8日のグネッキソルディ、オルガンティの書館では日常が死去したことが伝えられており、この頃没死したとみられる。 朝山家系図では、日常の没年月日を、天正五年九月十五日としている。この朝山久綱は、天正二年に、15位したくない小友に任官し、その子孫は、九条家初代部として続いた。受学者の朝山入り案は、久し綱の子であり、日常の孫にあたる。大正四年、朝山日常として、正五位を追贈された。ありがとうございます。